はいどうも。さあですね、大阪弾丸旅行後編はですね、飯テロということで、これからですね大阪の美味しいものを探していきたいと思います。いいよ。さあちょっとね、今大阪駅なんですけど、ちょっと場所を移動してですね、レストランを探していきたいと思います。では参りましょう。レッツゴー。いやー、ちょっと情報が少なすぎるけど、ちょっと歩きながらね見ていきましょう。そう、あ、たこ焼き食いてー。ねえ、すごいです、射的が。ねえ、いちご飴あったら買っちゃうよね。ないんだ。はい、ということで串カツ屋さんに入ったんでですね、しっかり食べていきたいと思います。よし、乾杯。よし、これが好きなんですよ、紅生姜。うまっ。ニラとホルモン、これうまいよ。一緒だね、これは。うまい、うますぎる。うん、サプライズ。うん、わかるよ。
ちゃうまいよ。おいしい、うん、食べたい。これね、うまっ。うまいや、こんな時間のプリンなんて。行こう。うまそうすぎる、マジでやばいやばいやばい。熱いよ、ベルホッケで。熱いよね、あ、絶対熱いよ。塩、うん、お好み焼きかな、たこ焼きね。おいしいね。見てこのラーメンめっちゃ太るで。かわいいね。また買っちゃうよね俺。
うまい、おいしい。ちょっと歩いてね、いいお寿司屋さん見つけたんで、今から寿司タイムに入っていきます。強い強い、ストロングストロングストロング。あ、すごっ。はい、ということで食い倒れ最後の商品はですね、こちら551の豚まんです。お初めにお目にかかります。噂は種がね、聞いておりました。ついにあなたを食べる時が来るんですね。からしをつけていただきたいと思います。これが噂の551。うまいね。すごいね、今日3時間ぐらい食べっぱなしだったんですけど、まあ、間ね、買い物とかもしてちょっとね、休憩とかもあったけど結構食べたね。あ、でも水戸に行かったのが残念やな。日本に来た時は必ずね、水戸に行きたかったんですけど、今回はね、行けなかったんで、まあ、行った。美味しい豚まんに出会えたんで。Too much mustard. せやろ、わかる。思ったもん、かけすぎって。めっちゃかけすぎた思ったもんだけど、ちょっとでいいって言ってやん。辛いんやろ。I could only taste mustard. 、うん、ナイス。はい、ということでこれにて一泊二日の大阪弾丸旅行とさせていただきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ではまた、バイバーイ。バイバーイ。 See you later.